お待たせいたしました。後半のプログラムの開始です。まずはじめは沖縄県立八重山農林高等学校郷土芸能部によるイニアーヌ農利です。次のようなメッセージをいただきました。この演目は豊作を願う歌種取りあようから田植え、たくさ取り、収穫、脱穀までの農業の厳しさと喜びを歌い踊っています。演舞する上で踊りを揃えることやどれだけ土臭さを表現するかなどを考えながら練習してきました。特に田植えと田草取りは本当の田んぼで経験もし、実際に苗を植えているように見えるように練習してきました。私たちは八重山地方に昔から伝わる農作業を表現する踊りや豊作を願った歌を毎日の部活動で練習し、それを通して自分たちの地域の歴史を知り、先人たちの生活や思いを知ることができました。今私たちが大好きな歌や踊りを自由にできることはとても幸せなことだと感じています。この先人たちが残してくれた芸能や思いは私たちが継承し、島を守る力にしていきたいと強く感じています。今回の舞台は部活動の合言葉でもある結の心で、みんなで精一杯表現したいと思います。それでは沖縄県立八重山農林高等学校郷土芸能部の皆さんによるイニアーヌ農利をご覧ください。
沖縄県立八重山農林高等学校郷土芸能部の皆さんによるイニヤーヌ農利をご覧いただきました。それでは代表して内森美奈さん、荒城舞さん、こちらにお越しください。ここで本大会への参加を記念して京都府から賞状が贈られます。それでは内森さんと荒城さんにステージを終えての感想をお聞きしましょう。内森さん、今の感想をお聞かせください。こんにちは。この大会には初参加だったんですが、毎日みんなで合言葉であるゆいという言葉をみんなで本番前にも出し切って、目標としていた農業の土臭さなどを披露することができました。八重山の風を届けることができたと嬉しく思います。ありがとうございます。では続いて内森さん、今の感想をお聞かせください。荒城さん、はい、失礼しました。荒城さん、はい、今の感想を。こんにちは。すごく緊張したんですが、会場の皆さんの温かい拍手で京都へ来てよかったなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。沖縄県立八重山農林高等学校郷土芸能部を代表して内森さん、荒城さんにお話を伺いました。どうぞ大きな拍手でお送りください。